では、今回ですね、タワーのとイベの方でですね、まあ、大きく2つの部分にちょっと分かれていて、1つ部分は今の一枚の、ダブリンであって、EMC で発表した、まあ、LTSI プロジェクトを、まあ、自分のためにカスタマイズするにはどうやって何しなきゃいけないかという説明と、まあ、実際その上で LTP いろんなの環境が増加したので、まあ、その時の結果みたいなのもちょっと紹介しようかと思っています。で、今日の、まあ大きな流れとしては、今のように、まあ、まず LTSI の、テストの前に今 LTSI プロジェクト何かって話して、もうほとんど先ほど今、小林さんがされていたので、もうほぼ、少し飛ばしに見に行って、実際に、まあ、何をカスタマイズする、どうやってカスタマイズするのかというところで、今回、僕の方で試したのは、まあ、ラズベリーパイを、提供させるためにという作業と、LTP の試験 の、まあ、新しいテストスイーツを、まあ、入れるために何をしたのかというところを紹介しようと思います。でその後に、まあ、それらで回す結果というのを、まあ、比較して、対応するようにしたいと思います。まあ、LTP エンタープロジェクト、それがもう、シーワーティングループの一つのプロジェクトで、まあ、2年以上、2年ぐらいの、スパンで、保守しながら新しいドライブを追加するというような、プロジェクトになっています。で今、現在、LTSI の今年度版、毎年出しているのも今年度版の 4.1 の、まあ、開発が進んでいて、まあ、4.2 の方も閉じてしまっていて、今からテストが始まろうかというところになっています。でその中に、まあ、LTSI テストプロジェクトというものが別にあってですね、ジェンキンスベースの、まあ、自動のテストのフレームワークで、まあ、というふうに例えば JTA とかって言ってたものになるんですけれども、それの話になります。今の状況としては、もうオープンになっているものを落としてくるだけで、まあ28個のベンチマーク、33の、まあ機能テストみたいなものがもうすでに含まれていて、サイトとしては、まあ、ミノーボードの86向けや、アーム、ルンスアームとか、ハードなくても、まあ、QM 上で動かせるようなものっていうのが揃っています。でなので、できれば、この、まあ、テストが増えたりだとか、ボードが採用するのが、まあ、増えてくればいいかな。でそれでもっと、参加するとか、くれる人が増えれば嬉しいかなと思って、投稿の発表はしています。なので、そういう発表になっています。実際に、LTSI の、テストのフレームワークはどういうものかというところにご問題を実際にウェブブラウザーベースで、まあ、アクセスするのがこうやって裏では DBM が動いていてこの現実ベースシステムが動いている形になります。基本的に、これが一番メインの、画面になっていて、この部分に、まあ対象のボードがずらずらだと、まあ、自分で追加すれば1個追加される形になっています。それとは別に、こっち側の方にテスト、まあ、結果が並んでます。今回、僕が追加してきた方の、まあ、結果になってるんですけども、ヒストリーがずらずらずらって書いてあって、OK だったら緑、ダメだったら赤みたいな感じで見れるような形になっています。で、実際にテストが、今の段階でこれぐらいの数が、さっき言った28プラス33個のテストが入っています。なので、例えば、まあ、ベンチマークだと、僕が見るんですけど、例えばのハードディスクの検査のボニーのテストが入ったりとかっていうのがあって、1個選んでもらって、この後、まあ、基本的にターゲットを選んでもらうと、この後で、こういうシステム GUI を選んでいって、ターゲットを選んで、あとはもう実行すると、テストが、ギルドされて、開発に流れになっています。ターゲットを追加するというところになります。今回ラズベリーパイを足しているんですけども、そのためにやらなきゃいけないことが大きく3つで、1つが、クロスコンパイル自身を作らないといけないので SDK を作成と、それをフレームワークに展開するという作業があります。その後、UI 上から、セッティングする、ジェンキンスにそれらを使わせるためのセッティングというのを大きく3つに分かれています。で最初が、どうやって作るのかというところですね。
基本的には、この演出で緑豆で作ったものを、使うっていうのが前提になっています。なので、まず、ポーキーで、を取ってきて、緑豆プロジェクトからポーキーを取ってきて、それに加えて今回ラズベリーパイのターゲット用の、ラズベリーパイと、JTA に使用化するのに少し足りないヘッダーとかを取られるような、メタ JTA というものがあるので、この3つを取ってきて、メタをだからの SDK を作るようになります。で、仮に、この部分はJTA に関わるというのではなくて、ユニットの使い方という部分になるんですけども、その落としてきたコーヒーの中に、各今の2つのメタを展開した後に、ソース OE、イントビルドエンブっていうので、最初は自分の、ビルドディレクトリーを設定してあります。で、そうすると、実行後にはそのディレクトリーの中にコンフディレクトリーというものができていて、その中に BB レイヤーズとローカルコンフというのができています。で、ここに各種設定をしてツールチェーンを作っていくことになります。で、まず最初の方、上の方が BB レイヤーズのコンフのところには自分たちが落としてきたメタラズベリーパイとメタ JTA を読み込むような設定と、ラズベリーパイ2向けの、メイクをしてくれるような設定と、ラズベリーパイ特に今 GTA のメモリを設定しなきゃいけないので、その部分が設定して、これでツールチェーンが作れる環境になっています。で、実際のビルドのところでは、よくその、ビットベイクを使ってメタツールチェーンという形で、メタが生成できます。で、ちゃんと読み込まれていると、対象がラズベリーパイ2になっているようなことは、下の、メタのところにちゃんとメタラズベリーパイやメタ JTA の読み込まれていて、バージョンがちゃんと読み込まれているかというのを確認することができます。で、実際にできたものが制作のものどこに行くのかというと、ビズディレクトリーの中のテンプのデプロイした SDK の中に、.sh のスクリプトの形で、置かれています。なので、これを、次の、JTA の中に展開するという作業になります。で、ここから JTA の、展開するというところです。基本的には、この、スクリプトをそのまま実行してもらえれば、SDK が展開されるんですけども、JTA としては、デフォルトとしてこの、スラフォームのジェンキンスっていうのが、JTA をインストールするときに作られるので、この下のツールズっていうところに、もともと最初落としてきたときに、からあるミノーボード用とか QMRM 用というのが展開されているので、基本的にはこのディレクトリの場所に展開するのがいいかなと思います。なので、基本的にはそのスクリプトを実行して、バイは基本的に、展開するときにこの3行目とかに出てくるような無料で出てくるような質問は全部イエスで通してしまって大丈夫なので、ハイフンディで展開するディレクトリを決めてあげる。今回ですと、僕自身がラズパイなんでラズパイ2という講座を作ってそこに展開するようにしています。で、これで SDK 自身は展開されるんですけども、これを JTA から実行するときに設定しなきゃいけない、事項があって、それ自身が、このホームジェニティンスのスクリプトのツールズとプレッツというところにあります。基本的に、上の方に、他のミノーボード用とかだけども、既に書かれているので、ある程度それを見ながら想像がつくんですけれども、今回の場合ですと、プラットフォームネーム名を自分で、ラズパイ2というのを入れてあげて、通信を展開したビットディレクトリーパスを設定するだとか、クロスコンパイルのプレフィックスですね、とか、あとホストっていうのも同じように展開してあげるというような技術で、この赤い部分を、今展開したものに合わせてあげることで、JT を実行するときに、読み込まれるようになります。基本的には、上のものを見て移すこともできますし、今回も、自分が設定したものを好きなように変えるということができます。で、これの部分で今 SDK はできたんですけども、この部分で選択できるような形にしたいというところで、ホームヘッドジェンキンスオーバーレイ、ボードというところに、各ボードごとに、1枚ずつ、このドット、ボードファイルというのが置かれています。で、基本的にはこれの一番ひな型となるものが、テンプレート div.board というものがあるので、それをベースに作っていただければ基本的に大丈夫かと思います。中の構図がこんな形になっていて、基本的にはバイナリーを送り込んだ後 SSH 作業をするので、その時には例えばパスワードですとか、ログインするルートでログインするだとか、ユーザー名だとか、その送ったテストをどこで実行するかというところで、ホームスラッシュ A とのディレクトリでやるとか、
今回の場合ですとパスワードが設定せずにノンパスワードで自己セキュアをそういうふうに空にするとかというふうな形になります。で下の方に行けば例えば SATA を使うだとか USB を使うだとかフラッシュのパーティション設定とかっていうのもここに全部ボードの設定として書きます。で、一番最後の部分は、ここは逆にボードではなくてテスト側の設定になります。例えばのオープンポジックスの、カウント数がいくつだとか、そういうのの合否を判定するときに使ったりとか実行するときの、オプションの値だったりとかっていうのをここで設定してあげて切り替えるように、することができます。でこれが、ラズベリーパイでやった場合はどうなるのかというので今回こんな形でやってます。なので IP アドレスを設定するにネットワークにつないだ IP アドレスを指定してあげてログインするのはルートで先輩をパスワードを書いていくという形になっています。でプラットフォームネームのところは先ほど のドットツールと SH のところに設定した名前と同じ設定にしてあげることでそこで紐づくという形になります。後ろの方は同じような設定で、LTP で、ラズベリーの数とかを設定しておいてあげるということになります。で最後の今ここまでは実際にフォームジェンキンスの中のスクリプトをいじるんですけれども、そうではなくてここからはさっきのディープラウザーの GUI 上から設定が別途必要になります。この部分がですね、基本的にはここに、この赤い枠の中のインフェルス、ラズベリーパイ用の設定を出すために、セレクトターゲットスタジオというのがあるので、そこを押していただくと、新しいターゲットを追加するためのニューノードというのがあるので、そこで、順番に設定していくという形になります。基本的には、1から設定するのができるんですけど、コピーして、既存のやつをコピーしていくような形がいいと思うので、例えば、テンプレートとして入っているテンプレートとデブっていうのがあるので、それを、選択して、OK を押してもらうと、ある程度の設定が読み込まれているので、立ち上がっていきます。で、基本的には、2箇所、名前のところと、さっきの、ターゲットのコンフィグレーションファイルを置いたパスですね、を、設定してもらうことで、本日は行けるようになります。で、クリックしてもらう、クリックでも OK を押してもらうと、ここに新しく追加されて、で、次からは、テストを選んだときに、これがプルダウンして充実に出てくるので、自分で、GUI で選んでテストを実行することができるようになります。で、ここからが、新しいテストケース、自分で作ったようなテストケースだとかを追加したときに何を しなきゃいけないかというところになります。これも大きく、3ステップというか3つの設定があって、そのテストを実行するために、テスト用のスクリプトを作らないといけないのでそれを作るというのがまず1点で、それを、同じようにこの DT の中に、組み込むという作業と、実際にその、テストケースのソースコード自身をそこに置くという作業があります。でその後は、テストの結果を見せるための GUI のための設定というものがあります。で最初の、スクリプトを、言っていたの実行したのスクリプトですね。基本的には大きくは、1,2,3,4つと次の最後もテスト結果を比較するという関数がを書いてあげるというのが基本一番、基本的な書き方になります。一つの例は、今回 のテストケースしたターボールを、置くっていうのが決まっていて、ターボールイコールっていうところに、その置いた、ソースコードを指定してあげると。で、一つ目の方で、その時それをビルドするための設定ですね、を、作ってあげるっていうところになります。今回はそのメイクするためのコンフィグレーション設定だとかを全部、今回このように書いておいてあげて、これで、一番最初にGUI からクリックした時にはこれが呼ばれてビルドをかけられるような形になります。でその後はそれを、ターゲットに、展開するという作業があって、でその後、実際にその展開先のボード上で実行するための、コマンドをそのまま書いてあげるというような形になります。でこの部分がテストの結果が丸バツを出すために、何をするかというところが書かれているところで、今回の場合ですと、ATP をやっているので、例えば、TPASS がいくつ出た
ら OK、それが少なかったら良かったりしたら ND っていうのが比較の仕方になっていて、そのためにまず、比較対象の、正解となる数っていうのをない時には、まあ、実行時にエラーが出るようなことをするためにこのアサートが書いています。で実際に、比較する文字列対象ですね、この文字列が、ある時にっていう形で数を比較してあげると。で、その時に、いくつだったら正解かっていう数字は一番下のボードドット、名前ドットボードっていうボードごとに書いてあげる、ファイルの中に正解の数を書いておいてあげると読み込んだ時にそれと比較して、それが合ってれば OK、 間違ってれば赤丸がついてるという形の設定になります。基本的にこれらの関数があって、これらの関数を順番に実行していくような形になるのがこの、function.sh っていうファイルになります。これも、本当に、そのまま単純に、先ほどの、やってた関数を順番に読んでいくようなイメージになります。プレテストっていう部分もあるんですけど、これは基本的にそのボードの一つのターゲットのバージョンを確認するような作業をした後に、実際にここでも、先ほどのビルドのスクリプトを回してビルドして、デプロイして、テストランして、結果を取っていく。で、結果を見せる。という形の、展開されるだけ のスクリプトになっていて、それを実行することで、テストが実行されるという構成になっています。で、実際に、デプロイ、するところの話になっています。実際には、今回ですと、ホームジェンキンスのテストの下に、新しく、今回、LTP 用のディレクトリを切るっていう作業があります。その中に、先ほど作ったスクリプトファイルと、ターボール、危険自身のターボールを置いてあげる。この2つを置くっていう作業が必要になります。なので、その2つを配置してあげるだけで、とりあえず、JT の中には、テストケースを追加するという形になります。で、それを GUI が選択できるように、するためにいくところで、今度はテストのところにある、一番横にこの、ニューテストっていうものがあるので、それを選んでいただけると、さっき作ったディレクトリネームを指定してあげて、で、その後、ここでテストの、名前じゃない、すみません。これをコピーするんで、今回は、LTP の選択をしているので、もともとの LTP の、少しバリューが古いんですけど、オープンロジックスっていうものがあるので、それを、コピーと選択してあげると、おおむね、同じような設定ファイルがコピーされるので、今回はそれを使っています。で、GUI の中で、この次の、ページの中で、このエクゼキュートシェル、実行シェルを、指定するようなところがあるので、そこに一番先ほど作った、シェルスクリプトの、ディレクトリパスを書いているという形になります。これで、GUI 上に、追加した、LTP のファイルができて、これをクリックすると、先ほどのスクリプトが呼ばれて、展開して結果を得るというような GUI からの操作ができるようになります。で実際に、その環境でテストをしてみましたというところで、テストフレームワーク自身が動いているのは、普通の一般的な PC に出ている7.8を入れて動かしています。先ほどやっていた LTP を追加したり、ラズベリーカーの CSS を追加した段階で、ランジに、ラズベリーカーをつないで実行しています。つまり実行自身は、ラズベリーカーの方が別に何でもいいと言えばいいんですけども、今回、ヨーチプロジェクトのは 1.8 から作ったものに、パネル 3.1 とか、フリーというものを実行しました。やり方としては、そのテストケースを選んでもらって、で、ランテストナウを選んでもらって、すると、このプルダウンのところに先ほど追加したような、ラズベリーパイという名前のようなものが出てくるので、それを選んでもらうと、ラズベリーパイ向けの、ビルドが行われて、設定しているファイルの、アイカドルスに変換されるという形になります。で実際に実行中は、実際に実行するスクリプトというのが、コントラアウトプットとしてブラウザ上から見ることができていて、ずっと、ロゴがずら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 と出てくるように、なります。で一番最後のところに、結果的には先ほど言っていたの赤とか青というところで、終わっていれば、正解して終わっていれば緑色を入れて青にする。で一方で、コントロールとしては一番最後のところに、サクセスと出てくるので、これで成功していることが分かる。
形になります。まず、実行実験以外にも実行中のログっていうのは、コンソールで確認できるので、実行者で詳細だけでは見ることができるっていうのが、ツールになっています。で、ここまでは、まあ、基本的にもこれでの FTP の、JTA に、ボードとテストを追加するというところが、終わっていて、でここからそれを動かした結果というところになります。ここでちょっと質疑応答を受けましょう。池さんのプレゼンテーションに対する質問がありましたらぜひ。なんか間違っているとかって逆に言えば使われてる人も多いと思うので、やった方がいいよっていうのがあれば。あ、間違ってるの。それも言ってるのか。安心しますけど。むしろ合ってる。正しく言えばツッコミってやつね。ツッコミがあれば。よろしいですか。